午後6時になりました。はい、今年最後の年々ラジオです。皆さん張り切っていきましょう。はい、地域から世界に発信するラジオ、年々ラジオ。はい、最後終了、中がなびら。はい、チューン、でんでんラジオ、はじめやびら。はい、それでは、お願いいたします。はい、タイグスーヨー、中がなびら。12月26日、土曜日、くゆる9時、でんでんラジオの時間なといびん。皆さん、こんばんは。12月26日、土曜日、午後6時、でんでんラジオの時間になりました。パーソナリティや、しまくつば、弁長ソウル、上村エネツ、日が七瀬と、田崎光太で、玉木慎之介と、赤峰龍宮ヤイビン。それでは、この番組の紹介をしたいと思います。この番組は、シマクトゥバ、英語、大和口のトゥリリンガルで挑戦し、次世代へのシマクトゥバの伝承と、多世代、異世代、国際交流を促進することを目的とした番組です。インターネットを使える環境の方は FM コザと検索するとユーストリーム放送がライブで見られます。皆様どうぞ最後までお付き合いください。この番組はシマクツバイエイゴヤマトグチヌミーチヌクツバチカティチギヌシデヌチヌチャンカイシマクツバ伝承師ウフォークヌシデチガイルシデ国際交流シシミルクツ目的ツソイビン。皆様からのこの番組に対するメッセージや曲のリクエスト、シマクトゥバ、英語に関する質問もどしどしお待ちしています。メールアドレスはすべて小文字で 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。皆様からのメッセージ、リクエストお待ちしています。いずれも番組名、でんでんラジオと書き添えください。ラジオネームも忘れずに。はい。今日で最後ですね、皆さん。そうですね。はい。結構2週間
お休み。長かったですね。はい、してしまいましたけども、はい、今日が最後の放送となります。今年最後の放送ですね。そうですね。今年最後。なんか終わるみたいですかね。まだ、さよならはしません。まあ、先々週と先週、まあ、お休みいただいたんですけども、うん、まあ、その前の放送で、宣伝させてもらいました。12月20日に、行われました、ヌジュミヌニルファブシの、はい、イトマンマブニ公演を無事、まあ、成功ということで、終わらせたっていうか、無事幕を閉じたんですけども、本当に、会場に、会場会、メンソーチャル、グシュヨ、もう来てくれた皆様、本当にありがとうございました。一平二平レイビラン。もう、まあ、今年が戦後、まあ、70周年ということで、まあ、ね、去年ではなかったんですけどね、今年は、舞台4回ほどね、させてもらいまして、いや、皆様にその、やっぱり昔のウヤファーブジの功績だったり、この昔の沖縄について、その沖縄のチムクルというものを、やっぱり皆さんに伝えていけてたかなと、まあ、すごく、まあ、まだ答えはわからないですけども、まあ、本当に一生懸命メンバー、ここにいるメンバーでね、一生懸命頑張ってきましたけども、はい、まあ、本当に、ありがとうございました。一平二平でビタン。また来年も、また違った形であると思いますので、また宣伝などもしていきますので、クリカランユタサラグトゥウニゲーサビラ、よろしくお願いいたします。はい、ということで、まあ、今週もやっていきましょうかね。まあ、オープニングなんですけども、コウタくんがね、はい、今日、何か見に行ったっていうことで、あ、自分からちょっと紹介しましょうね。第5回、アネラ音楽祭という、はい、そうですね。あったということで、今日、12月26日土曜日、3時半から、ミュージックタウンの方で行われた、そうなんですけども、まあ、アネラっていう言葉の意味が、ハワイ語で天使という意味みたいなんですけども、まあ、まあ、ちょっと、体がね、不自由な方々が、そういったみんなが集って、うん、みんなで一緒に音楽だったり、みんな、楽器だったりっていうのをみんな、皆さんで披露して、見せたっていうイベントみたいなんですけども、ちなみに、こうたくん、感想など聞きたいんですけど。ですね、はい、この、知的障害者っていう方々が、もう本当に、すごくいたので。知的障害者というよりは、あれだね。体だね。体が不自由な人とか、うん、目の不自由な人、うん、それから、手足が動かない人もいたので、これはもう、とてもいい経験になりましたね。ああ、この、そうだね。はい。また、皆さんも本当に楽しそうで、うん、もう明るさもあったので、今後、三振をやってるんですけど、そのことも忘れずに、これからも頑張っていこうと思います。うん、コーダーが見てて何がすごかった？この楽器、たくさんいろんな、多分、はい、披露されてたと思うんですけども。沖縄ろう学校の、うん、小学校の人がもうピアノで演奏したことがもう本当にすごくて、4歳頃からピアノになってるっていう、本当にもうものすごくありましたね。どこがあれですか？不自由な方なんですか？目の不自由な人。あ、目が見えない方で。方で、うん、ピアノを弾いてるとか。ごめんなさい、失礼しました。そうですね。あ、でも、はい、それでも、ちゃんと。それでも、もう本当に、しっかりと、演奏していただきましたね。すごいですね。また、最後に、うん、サンゴの、命のリレーっていう曲がありまして、はいはいはい、命のリレーっていうのは、戦後70周年の、沖縄の人が亡くなったのために作った曲だ、うん、曲で、実は習ってるんですよ、自分たちの学校で。うん、他の特別支援学校でも、命のリレーっていう曲があるんで、うん、その意味も込めて、もう本当に学校で、
あの命よりではなってますね。ああ、で、じゃあ今日はじゃあそこでも。そこでも披露しましたか。あ、はい、披露していただきました。いや、見に行きたかったですけどね。見に行けなかったんですけども。まあ、こういった風にやっぱりハンデを抱えている人でも、こういった風に、やっぱり技を持って、こういった公共の場で披露することができるっていう。すごくやっぱり、何かしらちょっと、普段の生活でちょっと苦しかったりとかしてる方々からしたらすごく勇気をもらえるような、今回イベントだったんじゃないかなとすごく思いますね。まあ、アネラ音楽祭ということで、まあ、今回で第5回を迎えたということで、またこれからも多分やっていくと思うんですけども。はい。まあ、これからまた、でんでんラジオの方でも宣伝していきますので。はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。イフェデビルありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ですけども、はい、声があったということで、で、まあ、オープニングまたつくんですけども、皆さん今年のね、1年のニュースで漢字が発表されていましたけども、なんでこんなに間が空いたのかな。はい、どうでした、この見ましたか、今年のど、こ、なん、なんだ、漢字、何だ、漢字は何が選ばれたか、うん、ニュース見てましたか。ニュースで見ましたように、見ました見ましたね。見ました。しんのすけくんはどうですか。自分見てないですね。かなりやばいですね。っていう受験生であるのに、ちょっと今、自覚があるんですね。まあ、それはいいとして、で少し紹介しますね。ここで学べばいいですからね。はい、お願いします。沖縄タイムスから抜粋してきました。今年の漢字は、安ということで、安心の安、安全の安っていう漢字に選ばれました。その年のこの世間を賑わした漢字一文字で表す師走恒例の今年の漢字が15日に発表され、案に決まった。この日午後の2時過ぎ、この京都の清水寺で縦が150センチ、横130センチの和紙に力強く記号したということで、とっても大きい紙ですね。そうですね。150センチって、縦が150で横130なので、でも大きいなんですけど、大きいのなんですけど、で、また、沖縄タイムスさんの方では、特集ということで少し、まとめられていて、今年の漢字、過去に選ばれたものは、という特集もあります。はいはい、はい。で、はがきやウェブサイトを通じた、この募集で決まる今年の漢字。2015年は全国から129,647票が集まった。今年は安保関連法案が審議され、採決に国民の関心が高まったことや、世界で勃発するテロ事件や異常気象など、人々を不安にさせた年、ということで、安という、この漢字が多く上がったそうです。で、今年の漢字は12月12日の漢字の日に、1年振り返り、漢字一字に込められた奥深い意義を認識する機会を持つことを目的に始まり、今年で21回目。で、去年は消費税、が上がったということで、17年ぶりに 5% から 8% に引き上げられ、税について考えさせられた年であったことから税が選ばれました。税という感じですね。あ、そうなんだ。で、なんか2位には爆発の爆、あ、いや、爆買いの爆、はいはいはい、で3位には戦、戦争の戦ですね。で、4位にはこの有名人の結婚が多いことか、結結婚の結っていうものが選ばれたそうです。ですね。まあ、いろんな考え方があるんですけど、このなんかいい意味だけじゃなくて、この反対側の意味もなんか込めてるっていうのはなんかちょっと上手ですね。そうですね。安心だけど不安。そうですね。上手ですね。なんかこの皆さんは他に、自分はこれじゃないなってありますか。今年なんか自分はこれだと思うっていうものがあれば。そうそうそう、ありますか。何かな。もしかしたら入ってるかもしれません、11中に。なんだろう、ね、なんかこういう予想するやつもあるみたいで、よくネットとかには載ってますね。ああ、そうですか。今年の漢字を予想しようみたいな。でもやっぱりみんな、やっぱ安保法案の案だったりとか、そういう予想でも、爆とかが多かったみたいですね。そうですね。やっぱり、皆さんがやっぱ、この関心度が高いものが、ね、あるものが
選ばれということで、うん、やっぱり年、ね、今年も終わるんだなっていうそうですね、すごく感じる、感じますね、うん、はい、ギャグですか、はい、ギャグですか、感じますねって。あ、言った、あ、そこを貯めていってると思ってました。あ、やばい、もうやっぱ技術上がったかな。無意識に、無意識に言えるという。すいませんね、もう皆さん。まあもう皆さんそれぞれ、あの、はい、この1年、思っていることとか、まあ、感じていることたくさんあると思うんですけどもね、うん、はい、それをまあ一時にして、また来年の目標にしてみるのもいいんじゃないかなと思います。まあ、来年も、来年、まあ、毎年毎年、もしかしたら新年の年明けに、今年の目標ということで、書き初めする方々ももしかしたらいらっしゃると思うので、はい、まあ、そういうのもいいですよね。目標立ててやっていくことが多分大切だと思いますんで。去年、今年やろうかなと思ったんですけど、できなかったんだよね。来年ぜひとも。やりましょう。やりましょうね。やりましょう。はい。はい、ということで、まあ、いろいろ話してきましたけども、はい、今週やっていきたいと思います。はい、じゃあ最初のコーナーに入る前にスポンサーさんの紹介、ウタサルグトゥウニゲーサビラ。はい、クリカランバッターが牛ワンカイナ通るスポンサーの紹介、ウンヌキサビラ。この番組は住宅リフォーム建築のことなら有限会社丸内重機、有限会社ケイテル沖縄、ソフトバンク、中野町店ネーブルカデナ店、自分らしく生きる空間、有料老人ホーム、ニヘデホーム、有限会社、ニヘデービル。柔道制服のことなら、熊野整骨院。どんなリフォームもお任せください。株式会社、三人。皆様の癒しの空間、デイサービスセンター、シオン。お寿司、海鮮料理のことなら、寿司、海産物、石松。ヘアーカットのことなら、ビューティーサロン、フレンド。au ショップ、ネーブルカデナ店。生きる支援職人の輩出を目指す、琉球リハビリテーション学院。アーリーラーナーズ、インターナショナルスクール。車の修理一筋、45年以上。有限会社、金城自動車の提供。FM 小里、沖縄ハンズオン NPO の協力でお送りしています。はい、ワッターターミナ会ヒージーから足みじたらちワッター靴応援ソウルスポンサーのご収容、一平一平ミフェデイビル、ありがとうございます。はい、では最初の曲に移りましょうね。移りたいと思います。はいはいはい、これか。はい、最初の曲なんですが、そうですね、やっぱり最後、今年最後ということで、やっぱり私たちも皆さんに聞いていただいている身でありますけども、やっぱりリスナーさんの皆さん、そしてやっぱり皆さんがいなければ僕たちはやっぱ成り立ってないと思いますので、やっぱ感謝も込めて、この曲ですね、洋楽からなので皆さんにお送りいたします。ちょっと待ってくださいね。最初の曲はですね、ボブ・マーリーさんの曲で、皆さん聞いたことあると思います、 One Love という曲を皆さんにお送りいたします。はい、準備ができましたので行きたいと思います。最初の曲はボブ・マーリーさんで One Love です。どうぞ。
はい、ただいまの曲はですね、ボンマーリーさんで One Love でした。まあこの曲はそうでも有名ですね。そうですね。うん、まあ意味がまあ大体か、まあ歌詞があるんですけど、まあ人には愛があり心も備わっています、みんなで一緒にそれを感じましょう、子供も泣いているのを聞いてください、愛と思いやりを教えられます、そして感謝して、まあ、神様をたたえましょうっていうのが一番の歌詞なんですけども、まああちらのね、もしかしたら宗教もあるかもわからないですけども、まあでもこれってまあどの人にも言えると思うんですけども、やっぱり感謝するっていうのは常日頃あると思うので、こういったまあやっぱり今生きていることだったりとか、今だからこのラジオもできていることとか、日頃ねやっぱりちょっとどこかで感謝不足っていうか、まだ感謝が伝えきれてない人がもしいるのであれば、やっぱり早くねやることが とてもいいことだと思いますので、言えずにねこの人がいなくなったりとかしたらとても悲しいので、今生きていることをすごく大切にしてメッセージが伝えられたらいいですね皆さん、まあ、年末なので今年の感謝というのも、まあ、やっぱり関わってきた人たちには、まあ、言っていくことが大切だと思いますので、まだ言ってないなって思う人は、ぜひ伝えてみてください、ということで、ただいまの曲はボンマーリーさんで One Love という曲をお送りいたしました。一平二平デビル。はい、ということで今月じゃなくて今日は、まあ、総集編というか今年の1年の、まあ、あったことというか皆さんと一緒に振り返っていきましょうということでやっていきます。はい、なのでコーナーの名前はあれなんですけども、まあ、皆さん、ね、今年まあ、リスナーの皆さんも車で今聞いている方々も、まあ、今年いろんなことがあったななんていう時間にしてもらえたらなと、一緒に共有していきましょう。まあ、たくさんニュースがある中で皆さんはどういったニュースとかどういったことに関心を持ちましたか、ということで、まあたくさんね事件事故もたくさんあって、暗いニュースもねたくさんありましたけども、まあ、やっぱり明るいニュースなんかもたくさんありました。まあ、その中で、まあ、僕らが、まあ、感じたとても関心のあるニュースっていうのをちょっとね皆さんと一緒に紹介していきたいなと思います。どうしようかな、じゃあどなたからいきましょうかね。どうしようかな、じゃあ奈良瀬からがいいかな。言えそうですか？何を聞いてなかった。聞いてなかった。今年の、まあ、今年そうだね、個人的に、うん、OK です。あ、この学んだこととかですよね。うんうんうん、と自分は今年高校生になって、あ、そっかそっか、そう、はいはい、去年はちょっと自分受験でいっぱいいっぱいだったんで本当に先輩に助けてもらってたんですけど、はいはい、今回高校生になってこの活動を通してはこの後輩を動かす難しさだったり、この舞台4回やったじゃないですか今年。そうですね、この舞台を作り上げる上でこの何だろう、一員としてのこの責任感だったり、この後輩を引っ張ったり先輩をサポートできるようにこの先を見て行動するのがすごい大切だなっていうのは学びました。でこのユース全体のこのクラブの成長としては、このやっぱりたくさんの舞台や敬老会などイベントを重ねてこの一人一人の意識がこの1年で上がったと思うし、このみんなが真剣に取り組んでるからこそこの本気でぶつかったり指摘もし合うので、この信頼関係とか団結力もすごい高まったんじゃないかなってのも思いました。はい、でやっぱりこの1年この親の協力がなかったらできなかったし、うん、すごいそこは感謝してますし、この活動でもなんかできたからすぐそこで満足じゃなくて、うん、次を目指そうっていう自分も頑張らないとっていうこのなんだろう、思える環境といいますか、このユースのメンバーのこの意識の高さだったりそういうのにもすごい支えられてたので
感謝してます。以上です。はい。はい。いやー、そうですね。その通りですよ。その通りです。本当に。納得してました、今聞いて。そうですね。まあ、バレエやってたっていうのもあってね、中学校の時に。そうですね。七瀬は、いろんな、また部活とは違う世界が見えたんじゃないかなと思いますね、この1年。はい。でもやっぱり、あれですね、この、ラジオとかでもね、参加して、するようになってから、うん、言葉とかも、堂々として、喋れるようになってきてるんじゃないかなという、うんうん、ふうに思ってるんですけど、うん、僕はもうね、カミカミですけど。でもやっぱりその、やっぱりが多いですね。やっぱり高校生になって、うん、すごく、みんなを引っ張ってくれる、ようになったので、はい、僕らは楽ですよね。楽頼もしいです。頼もしいです、ね。はい。頼もしいです。はい。頼もしいですよ。ありがとうございます。はい。なので、まあ来年も、まあおごることなく、頑張ってほしいなと。自分におごることなく頑張ってください。はい。まあ、ね、そんなことはしないと思うんですけど、ね。そうですね、まあ。はい。高校でも中堅になりますから。そうですね。日々成長です。はい。頑張っていきましょう。はい、じゃあ、はい。交代行きます。交代行きますか。ですね、はい、自分は、はい、三振ということで、うん、一年間三振を習ってきたんで、三味線教室の先生方と一緒に、うん、三振を習ってきたんですけど、三振の冷やみかち節とか、うん、早くじゃないですか。早いね。早いですけど、その自分の速さをもっともっと、この、三振で、学んでいこうと思います。はい。はい。そうですね。三振の技術を上げていかないとですよね、日々。そうですね。はい。また、コータは今年は演技の中に入って三振弾いてみたりとかやってますので。そこはまた新しいジャンルですよね。三振を持って、舞台に出て弾くっていう。そうですね。そういう、そういう人はね、稀にいないですからね。地方は地方っていう風になってますから、普段は。ここはコウタンのこの新しい道をまた切り開いたんじゃないかなと思ってます。はい。来年ですね、3月の20日に、琉球島灯業界の、試験がありまして、その試験にも、はい、自分が、出る。最高賞ということで、自分の得意な国と会社で、という曲を、素晴らしい。カデナ町の中央公民館で披露します。はい。宣伝もしっかりしてます。宣伝また。加えてきましたね。なんで20日ですね。20日ね。20日に。まあ、その前の日ぐらいにはやっぱりラジオでも披露してもらいたいですね。そうですね。はい、ぜひ聞かせてください、うん。はい、ありがとうございます。はい。こうたくんの成長はすごく私たちも身近にいてすごく感じてますので。はい。ね、言葉がやっぱり下になってきましたね。言葉がね。もう、毎回ね、お母さんも聞いてくれててね、うん、本当に私たちは本当に感謝です。はい、ありがとうございました。はい、来年も頑張りましょう。はい。よし。よろしくお願いします。お願いします。あ、じゃあ、次自分か、いいですか。いいですよ。今年4回舞台があって。名前は何ですか。あ、玉木慎之介です。はい。はい。今年4回舞台があって、自分は単純にこの演技力が上がったと思います。それは、先輩などのアドバイスがあって、この、自分は完璧だと思ってても、やっぱし、この、なんだろう、アドバイスがあって、周りから見たら、周りから見たら、まだまだ、うん、で、心が折れるっていう。厳しいですね。で、まあ、そこから、うん、積極的に練習などに取り組んだと思います。取り組んできました。あ、はい。はい、あと、この学んできたことは、この、なんだろう、舞台で、うん、裏方が、この、なんだろう、音響だったり、この、裏で支えてくれる人たちがいるから、この自分たちの演技も生きてくるっていうのを、すごく感じました。うん、以上です。はい、最後のいい学びですよね。はい、そうですね。うん、出るだけじゃなく裏方へ の思いも分かるというのは素晴らしいことです、うん、本当に。これは大事ですね、うん、一番大切なことです、うん、これが
もうこの早いうちで分かるってことで、まあ来年は何を学んだのかまた発表させるのでそうですね、また来年は高校生になるので、そうですね、楽しみですね。空空心空心なんですか、大丈夫ですか。はい、まあ期待しましょうよ。はい、普段からもね、はい、みんなまとめてくれてるので、なんだかんだ言ってなんか心が折れてるとか言ってましたけど一番折れても立ち直りが早いのはこっちかもしれませんからね、しんのすけくんかもしれないんで、ね、お転んでも立ち上がる、這い上がってきてますからね、いつもですよ、いいことです。そうです、だからずっとでんぐり返ししてそう、その精神力大切ですよね、転がり続ける大事ですね。次は上に立つ立場としてね、また頑張ってい、はい、ってほしいです。ぜひ、はい、頑張ってくださいね。はい、はい、はい、どうしようかね。じゃあ、まあ、私たちも喋りますか。そうですね。それでは今年1年振り返ってみて、はい、まあ、あっという間に過ぎたということで、もうなんていうんですか、どんどん次も舞台あるよ、次も舞台あるよっていう感じでパタパタしながら走ってきたんですけど、自分は一番感じたのやっぱさっきも言ってたようにみんなの意識が上がったことで、この周りの成長がとっても見える1年だったなとは感じました。普段だったら言わないような子が手を挙げて意見言ったりとか、後輩たちがですね、とか中学生でも上に指摘してみたりとか、そういうことがとってもいい関係づくりができたかなと思います、見ていて。はい、そういうのをとっても感じた年で、自分自身もなんか新しいことに挑戦する年だったなっていうのはあります、なので挑戦する年になったのでまた良かったなと思って、自分も4月から大学生になるということで、お、はい、また前進していきたいなと思っています。はい、何ですか。いやいやなんかこうだね、こうだ7歳からささやかな拍手だったから、あ、でもやっぱり大学生になるということで、うん、花のキャンパスライフ、はい、花ですよですね。まあこれからどういう風になっていくのかが楽しみですけどね、皆さんね。私がですか。はい、ありがたいお言葉です、先輩から。もうどんな感じに、ね、なるんですか。本当に思ってますかね今。まあもう本当にいつもね、裏から支えてるけど表にも出るっていう最強の、はい、ありがたいです。まあ、チャンスをもらってるんですけどね、いつも結局は周りから、はい、感謝してます、はい、本当に。まあこれで頑張っていきましょう。はい、まあ自分ですね、私の番ですけども今年はですね、そうですね、今年は、今年はそうですね、やっぱり、あ、いろんなことがありましたね、うん、こと今年は。でもやっぱり僕らが、やっぱりこのやっぱりが多いな、やっぱりも直したいんですけど、特にあのやっぱり舞台がやっぱり一番は舞台が4回あったことっていうのはすごく大きかったですね。大きかったですね。それが僕らを本当に成長させてくれたと思いますし、この和という、和というかこのつながりというのを本当に縮めてというか、強める、強めるか、このみんながキュッとキュッとってまあそうですね、なので手つないだ感じですよね、そうですね、全員、まあ、意識が高まったというか、それはすごく感じていました、はい、でこのやっぱが多いな、この一番しんのすけとか、あとまあメンバー、他のメンバーもそうですけど、こう自分の学校でこの平和学習で披露するっていう場があったっていうことはすごく大きいことだったんじゃないかなって。うん、そうですね、自分たちの同世代にこのやっぱ思いを伝えるっていうのは、まあ恥ずかしいことでもあると思うんですけど、でもやっぱり意義があることで、お客さんの層を見ていたらやっぱり上は、しんちゃんはね、おじいちゃんおばあちゃんの世代からやっぱり子供、ちっちゃい子供とかが多いんですけど、やっぱ中間世代がなかなかいないっていうのが僕たちもまあ課題というか挙げてるところなんですけども、そういった方々にもできたっていうのはすごく良かったですね。まあ、僕の成長としては、そうですね、
すごく、まあ、去年よりもこの意識が明確化してきたかなって思います。明確化なんていうんですかね、はい、アバウトですけど、ね、やっぱり何のためにやってるのかっていうのをすごく意識 し始めてるなって思いました。常にやっぱ言葉として出す、沖縄のことだったりとか、何のためにイベントをやってきたっていうことを、まあ、毎回その、まあ、指導者であるジュンさんだったりとか、うん、あ、まあ、私たちの指導者で宮戸とジュンって言いますけども何回かね年々ラジオにも出てもらってますけども、まあ、そういったスタッフの方々に毎回問われてることが、やっぱり自分たちもそのテーマに向かってお客さんにやっぱ伝えていくっていうのが大事になっていると思うので、これからもまた来年もイベントがありますけども、うん、僕らがやっぱりやってる意味っていうものを僕ら自身でメンバーの中でもう一度確認しながら、お客さんにしっかりメッセージとして届けられたらなと思っていますので、まあ今年が70周年でしたけども、はい、まあ、来年がまあスタートとして、うん、みんながこの島くつばだったりとか沖縄の伝統文化についてやっぱり興味を持つっていうことを、うん、まあ、今年がスタートの年として皆さんまた力を合わせて頑張っていけたらなと思っております。はい、はい、ですね。はい、はい、いろいろ話しましたけどもね、本当にもうさっきあやねさんが言ったように周りのメンバーの方々の成長がすごく見れたのがね、ここにいないりんちゃんとかみつきとかもまあいますけど、すごくね頑張っていますので、はい、はい、うん、彼らもまた来年頑張ってくれるでしょう。まあ、先輩も焦りますからね、 それを見てまた本当にそうです、はい、下も頑張って上も頑張ります、はい、それで全部が頑張ればまたうまくいい方向に行くと思うので、はい、またね、それで頑張りたいです。そうですね、下のメンバーもどんどん連れてこられるように、うん、まいちゃんが来れてないですけど、まいちゃんの下もまた、うん、まいちゃんも中学生になるのか、そうですね、なられますので、まあ、小学生のメンバーもね、うん、また呼びながら頑張っていきましょう、うん、そうですね、小学生呼んで少し肩やぶらなのも上手なので、うん、ぜひやってもらいたいですね、うん、そうですね、みんな、うん、ラジオとか普段多分入る機会ないので、うん、小学生だと、うん、入れたいですね、はい、ま、これからが期待にな、ね、期待できるような感じになっていくと思うので、うん、誘っていきましょうね、頑張っていきましょう、はい、はい、ということで、はい、まあ、いろいろ1年の反省じゃなくて、まあ、振り返りですね、うん、まあ、語ったところで、まあ、最初、まあ、いろいろ話しましたけども、まあ、他になんか悔いはないですか、言うこととかはないですか、なければもう次に行きますけどもね。じゃあ、まあ、今年、まあ、1年、まあ、365日とは言わずとも、でね、ラジオ土曜、毎週土曜日6時の時間から1時間、させてもらってきましたけども、たくさんの情報、まあ、自分たちも本当に知らない情報とか、たくさんの沖縄の伝統文化の話から、まあ、時事問題というか、まあ、身近にあるニュース、普段私たちが考えていることっていうのを、まあ、ユースの視点、小中高校大学生からの視点から、皆さんと一緒に共有していこうという形から始まっている番組ですけども、まあ、たくさん今年も取り上げてきまして、もう本当に皆さんのリスナーの皆さんとか、もう本当にあとはここにあるスポンサーの皆さんのおかげで今年も成り立って頑張ってきましたので、はい、本当に感謝しております。一平感謝総意便。また来年私たちはまたラジオ続けていきますけども、来年で今年で3年ですか、経ちましたかね、うん、3年ですね、早いですね、早いですけども、早いですね、まあ、来年で4年目、まあ、11月10月になったら4年目になるのかな、うん、そうですね、になるんですけども、
やっぱりこれが本当に続けられてるのも本当に周りのおかげで、自分たちはまだまだ未熟でいろんなことを学んでいる途中ですけども、この機会を与えてくれている皆さんがいるからこそ、僕らもこういった公共の電波で、まあ、ちょっと言葉がね拙いところもありますけども、頑張れている部分がありますので、本当にこれは皆さんに本当に感謝しております。まあ、ラジオの中でたくさん、まあ、不手際だとかたくさんあると思うんですけども、まあ、そこは温かい目で、温かい耳で聞きながら、温かい耳でって、ちょっとおかしいですけども、はい、まあ、聞いてもらって、まあ、何かあれば皆さんからまたメッセージとか、どんどん待ってますので、ぜひ送っていただけたらなと思っております。はい、本当に皆さん、くとしや、なんかまだ閉じないでください。時間ありますよ。マイペニフェイデビルということで。終わりな雰囲気出てますね。最後にもね、まあ、感謝しますけども。はい、ありがとうございますということで、伝えておきます。はい。他にも何かありますか？まあ、逆に、抱負とか聞けたらいいですけどね。そうですね。何言ってるんですかね、さっきからね。なんか余韻に浸りすぎです。じゃあ、聞いていきましょうか。そうです。せっかくですので。次会うのはまた1月ですからね。はい、皆さん、リスナーの皆さんに会えるのは。うん、で今で抱負を聞いといて、そうですね、聞きましょう。ぜひリスナーの皆さんも抱負などあれば、振り返りなどあれば送ってくださいメッセージ。秩父さん、じゃあありますか？しんのすけくんから聞こう。あ、自分からですか？この今年振り返ってみたら、あの自分の成長っていうのがすぐ出てこなかったので、なんか、もう来年はもう毎日あの進歩していくことができたらいいなと思います。これ言う、なんだろう。合ってますよ。合ってますよ、はい、あ、毎日ね、ええ、はい、一歩一歩進んでください、ぜひ。はい、わかりました。受験に向けての抱負などもあれば。あ、受験。あ、そうですよ、うん、受験は3月でした。はい、3月にあります。あ、その前に推薦がありますね。あ、はい、どうですか、それに向けての熱い思いをどうぞ。熱い思いですか。自分この時間を使うのが下手くそで、この次やろうってなって明日になってることがあるので、この時間の使い方とかをこの3年生終わるまでには、なんだろう、時間の使い方を覚えたい。上手になりたいです。はい、はい、あ、どこに行きたいんですか、高校は。あ、自分は一応小津希望してます。一応、はい、一応ですよ。はい、そうです。一応みたいですけど、一応小座みたいですけど、はい、もうなんか余裕だね。あ、小座に行きたいです。はい、じゃあ先輩が多いですので。そうですね、自分たちみんな先輩ですからね。本当だね。そうですよ、七瀬も小座ですから、自分も小座です。いや、ぜひいろんな情報をまた流せたらいいですね。まあ僕らはね、応援しかできませんので。はい、本気を出すのはしんのすけですから。はい、ここが出しどころですね、今までの小6からやってますからね。うん、そうですよ、力の出しどころですよ、本当に。そこが、はい、爆発させちゃってください。もう食べ込んでるもの、もう全部学んだことをバーンと。貯金はもう食べまくったからね。浜井美総理、そうですよ、貯金してますよ。浜井美総理を頑張ってください。はい、はい、じゃあ光太くん。来年はもう試験も、あの、いとこの試験が待ち受けていますので。あ、いとこも小座受けてるんで。あ、俺が、そうか、そこ考えた。なんか、小座高校の吹奏楽部と野球部希望してて。すごいね。で、あの、いとこがもう、小座に希望するとは思わなかったんで。小座優しいね。なんか周りこんなでちゃんと応援してから。いとこにも、もうぜひ応援して、で、また、あの、自分は公認なんですけど、うん。あ、そうだね。はい。あの、来年公認だったらもう修学旅行も待ち受けていますね。もういい待ち受けだ ね。いいですね。楽しみなやつだね。いいな、うん、いや、それまでに成長していかないとですね。それまでに成長 しないといけないので、もうまたこれから三振も8年目になりますからね。すごい、はい。いいね。もうその8年目を迎えるのがもう自分の心の中にありますので、はい、もう皆さんもぜひ三振を習う人がいたら、ぜひ、あの、自分に、あの、
教えて、あの、教える人がいたら、ぜひ自分のところに来てくれたらよろしくお願いします。あ、いいですね。来いよと。ね、はい、後輩、どんと来いやと。後輩の教えたいんですね、誰かに今。小学生もぜひ。まあ、はい、いいと思います。そうですね。まあ、その子も大事ですよ。はい、その方が、あの、うちなんちゅうなんで。一人ね、自分の学んだことを人にやる、ね、やってあげるっていうのは、そうですね。さすがです。はい、まあ、来年ね、頑張りましょう。はい。よし。じゃあ、はい。次、七瀬さん行きましょう。はい。自分も、こうたとんなして高2になるんですけど、しんのすけと一緒で時間の使い方をもっと上手になりたいです。この、はい、ユースの活動をしながらちゃんと、勉強だったり家のことも両立できるように自分は頑張りたいです。あと あと一応なんか周りの人にもこの活動をもっと広めたいなと思います、うん、ちょっと難しくてこの言葉で伝えるっていうのが、うん、が自分もそこがまだ課題なので来年は克服できるように頑張りたいです。はい、大事ですね。大事です、うん、本当に大事です。もう言葉難しいですよね僕は本当に一番感じてますラジオでもどこでもですけどね。頑張りましょう。はい、はい、どうします、どっちから言いますか。自分から、はい自分から言います、はい、とですね、自分の抱負はまずはやっぱり周りに感謝してる気持ちがあるけども言葉にできてないっていうのがあるので、そこをなんていうんですかね、一言でも多く伝えたいっていうのはあります。うーん、なんか伝えられてない分はありがとうっていう一言は言えるけど、それ以外のことは言えなかったりするので、そういうのを、ま、もっと周りに伝えていけたらいいなって思うのと、七瀬が言っていたように自分もこういうなんていうんですか、活動してるからこそ影響させられることがあると思うので、それをまた言葉にすることで行動に表すことっていうのがまた来年大切になってくるんじゃないかなと思っていますので、はい、頑張ります。はい、わかりやすいです。ありがたいです、ね、いやー、そうですね、僕の番ですね。私はですね、あれかな、僕もこの感謝はしてますけど、うんうん、確かに表現するっていうのは難しいですよね。できてないので、この、まあ、家族もにもそうですけど、うん、身内とか、うん、いろいろお世話になっている方たくさんいるんですけど、うん、それを本当になんか物で解決しようとするっていうか、別になんかね、言葉だったり手紙とかなんか、うん、簡単なさ、ね、ものでもできるんですけど、それが自分もできてないと思うので、それを本当にもっとやっていくことと、あとはそうですね、もう人への伝え方はやっぱり純粋ですね、うん、もう来年のテーマですかね、言葉の使い方だったり、うん、話をまとめるということを僕は来年から来年も今年今からでも頑張ってやっていきたいなと思っております。やっぱり人を動かすにはシンプルな言葉で動かせられる人もたくさんいると思うので、うん、僕はその人たちを真似しながら頑張れたらなと思ってます。はい、頑張ります。はい、ということでそれぞれ述べましたけど、はい、まあ、この目標を胸にまた来年も頑張っていきましょうね。頑張りましょう。はい、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 ということで、はい、いろいろ話してきましたけども、最後にそうですね、先ほども話やってましたけども、今年いろいろありましたけども、ありましたけどもって、まあ、戦後70周年ということで、あとはまたこの町で言ったら戦後70周年だとまた小座騒動という事件もね、あったりとかして、また45年今年は経つということで、はい、いろいろ、まあ、節目なことがたくさん、特に沖縄戦関連だったりっていうのが多かったと思うんですけども、そうですね、まあ、やっぱり自分たちもやっぱ忘れてはいけない歴史、うん、これからも伝えていく必要がある歴史というのがたくさんあると思いますけども、うん、これからももっとこのラジオでもその活動でも通して
皆さんに発信していけたらなと思っております、うん、昔のうちのチムクル、うん、そのチムクルはわしてならんどということで忘れてはいけないと思ってますので、この大事さというのをもっとラジオの声から皆さんの耳に届くような、そして心に届くようなラジオをどんどん作っていきたいなと思ってますので、あとはあのシャーナさんもね、シャーナさんもいますけども、ね、英語のコーナーもしっかり皆さんと頑張っていきますので、はい、英語もレベルアップできるといいですね。シマクトマも英語もレベルアップするためにこの番組は作ってますから、うん、はい、そうですよ自分たちからですね、まずは、うん、確かに、うん、このやっぱできていることがね、感謝またできるように頑張っていきますので、うん、今後とも、まあ、来年も、まあ、ラジオ聴力収容、そして、皆さん協力してくれています方々、本当に来年もよろしくお願いいたします。グリカランユタサルグトゥウニゲーサビラ、よろしくお願いいたします。はい、まあ、最後になりましたけども、各スポンサーの皆さんですね、の方々、そして、今聞いてくださるリスナーの皆さん、本当に今年も1年ありがとうございました。また来年も、皆さんに新しい情報、刺激のある情報、そして島くつば英語、大和口、まあ、来年もまた10月にうちのうち大会があるということで、それに向けた活動、近況報告だったり、そして皆さんが参加できるようなボランティアイベントだったりもどんどん紹介していきますので、私たちのこの活動、そして皆さんにも伝えていけるように頑張っていきますので、何回も言ってますけども、クリカラン皆さんで一緒に言いましょうか。クリカランユタサルグトゥウニゲーサビラ、ユタサルグトゥウニゲーサビラ、はい、ということで、まあ、今年も最後ですけども、最後にスポンサーさんの紹介をして終えたいと思います。はい、はい、今日のでんでんラジオ、ラジオ子ども大学の時間は、住宅リフォーム建築のことなら有限会社丸内重機、有限会社ケーテル沖縄、ソフトバンク中野町店、ネーブルカデナ店、自分らしく生きる空間有料老人ホームニヘデホーム、有限会社ニヘイデービル、柔道制服のことなら熊野整骨院、どんなリフォームもお任せください株式会社三人、皆様の癒しの空間デイサービスセンターシオン、お寿司海鮮料理のことなら寿司海産物石松、ヘアーカットのことならビューティーサロンフレンド、 au ショップネーブルカデナ店、生きる支援職人の輩出を目指す琉球リハビリテーション学院、アーリーラーナーズインターナショナルスクール、車の修理一筋45年以上有限会社金城自動車と FM 小里沖縄ハンズオン NPO の協力でお送りいたしました。はい、今年も最後の放送になるんですけど、いつもラジオを聞いているリスナーの皆様、そしてスポンサーの各社の皆様、そして協力してくださっているハンズオンの皆様、 FM 小座の皆様、そして私たちの保護者、周りの関わっている方々でと一緒に作り上げて支えてもらってできていますので、とても感謝しています。はい、はい、またユース一同それに還元できるようなことをしていきたいと思っていますので、またよろしくお願いしますも含めて、最後に感謝もしてお別れしていきましょう。はい、はい、はい、自分書いた方ですね。はい、口せ一平二平デビタン、一平二平デビタン、それではまた新年に会いましょう。はい、それではまた来週じゃないですねまた1月にお会いしましょう。はい、せーあでもでもせーの、またやさーい、一平デビタン。嗯，真真真。